様こんにちは。2020年5月1日ハナウタイム235回目の放送です。本日のパーソナリティは春菜副バッジでお送りします。この番組はカバー曲やオリジナル曲、日常で出会った楽しかったことなどを鼻歌感覚でお届けします。鼻歌タイム。皆さんこんにちは。こんにちは、いかがお過ごしでしょうか。とっても元気ですよ。引き続き福バッチはいかがですか。はい、なんか周りが何で言うんでしょう、外が割とみんなその自粛ムードに慣れてきてる感があるので、なんか心がだんだん僕の方も落ち着いてきております。みんなそれぞれにこうちょっと落ち着きを取り戻してそうですねいらっしゃるのかなという感じですけど、はいはい。でそんな中また遠隔でお送りしておりますが、はいはい、遠隔ならではのもう一人実はいらっしゃっておりますゲストが、はいはい、ご紹介をお願いします。はい、えなさんです。イエーイ、どうもまたやテレワークでもえなです。近い近い。お久しぶりです。お久しぶりです。今日もよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。元気にやっとるかね。めちゃめちゃ元気です。髪型が可愛いね。あ、今流行りのウルフカットです。90年代に流行ったウルフカットです。ああ、90年代だっけ。90年代なんだ。美容師さんに止められたんですよ。髪質的にやめた方がいいっつって、どうしてもやりたくて相川七瀬みたいな。ああ、いやお似合いです。ロックな感じで、ロックな感じで、はい。ドライヤーがすごい短くなりました。私の人生で一番嫌いなドライヤーが。そうね、はい、結構切ったってことですか。かなり長かった。結構もう先っちょがもうスカスカです。はい、楽です。長さも短くしたよね。もうちょっと前よりはね、うん、似合ってる似合ってる。ありがとうございます。流行ってるんですかそれ。ちょっとね最近ねもう、ずっとゲームをしてるんですよ家で。はいはい。ゲーム。で友達とね、あ、ファイナルファンタジーの14っていうオンラインの MMO なんですけど。14さすがですね。ずっとやってたんですけど、ちょっともう2年ぐらい全くやってなくて、このコロナ騒動の中ずっと家にいることが多くて、もう一回復帰してみようかな暇だしと思って。何時間ぐらいやってんの？朝起きてスイッチ入れて。朝ごはん食べながらやって、朝ごはん食べながら食べながら片手間とか映画を見ながらゲームするみたいな。映画をこうパソコンで再生しといてテレビでゲームをやってこういうちょっとそれ楽しいの？楽しい。やらなきゃいけないことがいっぱいあるわけですよ。日課でデイリークエストみたいなやつが。おうおう。でその2年間のブランクを埋めるために今すごい頑張ってて。それ2年分溜まってるわけじゃないでしょ。溜まってる。まあでもだいぶ溜まってるので、はい、レベルも全然まだ低かったから、でも1週間ちょいで追いつきました。やってる時間が半端ないから。はい、でその仲のいい子と通話をつないでやってるわけですよずっと。だからなんて言うんだろう、ずっと喋ってるし笑ってるし大きい声出してるから、全然寂しくない。素晴らしい。いいな、そう、まさにオンライン飲み会とか流行ってるじゃないですか今。ね、ああいうのちょっとまだやったことないんですけど、まあネットでこうつながるなんていうか絆というか、一人ぼっちも寂しくないぞっていう。いいね、ゲームのすすめです。そうなんだ。なんか初心者でもいける楽しそうなゲームってなんかあります？まあ、動物の森とかいいんじゃないですか。あ、今流行りのスイッチ。はいはいはい。なるほどなるほど。スイッチじゃないとできないの動物の森。なんかスマホでもあった気がするけど、昔のやつ。なんかね、ずいぶん昔にね一回ね動物の森はやったことあるんだよね。あ、そうですか。 DS でやってたような気がする。 DS あ、 DS あったね。
うん、あった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 、やってました、やってた気がする。ひたすらなんか釣りとかやって、あーそう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 、あの虫とか捕まえるやつでしょ。そうです、リンゴとか取ったり売って、そう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 、それをやったことあるけど、でもそれって誰かと一緒にできるのかな、今できるの、みんなオンラインでできるやつなのかな、わかりかねます花歌タイム。 RPG が好きで、やっぱこうちょっとずつでもまあストーリー、あのムービーとか結構入るんですけど、うんうん、あのね、要所要所で、うんうん、それはもう全部スキップしてカットしてますけど、もう先に行きたいから、なるほどなるほど、はい、なるほど、スキップスキップスキップっつってせっかちが、せっかちが、ここでもせっかちが出てます早く前へ前へね、前へ行きたい、一番前に行きたいから、うん、そうそうそう面白すぎるいいね、なんかそういうのあると、うん、おかげで本当に楽しいです、はい、よかった、うん、これはいいことだな、なんかあの日々こう一緒にやる人もいるしね、そうそうそう、うん、本当にその子がいてくれてよかったっていう感じです、なんか、うん、一緒に話して、まあその人も音楽関係の仕事なんですけど、うんうん、同じ歌い手というか、うん、みんなこうだんだん暗くなったり塞ぎがちになるんですが、うん、もうしょうがないから諦めてもゲームするしかないねっつって明るくね、そうそうそう、うん、いいよねそういうさ、いい、なんかあのコミュニケーションの場があって、ゲームでもね、うん、はい、そうやってしかもあの一緒に冒険をしてるわけでしょ、そう一緒に戦ってるわけよ、うん、ね、戦ってるのよね、世界を救うためにそれとってもいいじゃんね、光の戦士ですよ私、ああ、さよか、はい、さよかってさよでーさよでさよでハナウタイム。それでゲームの他には何かやってる？私ですか？うん、えなちゃん。自炊を。素晴らしい。はい。全くやってなかったものなのですが、やっぱこう、もうスーパーで買って家で作る日々で、うん、日々なわけですね。でたまにテイクアウトとかしますけど。うんうん、で最近ちょっと低温調理器を購入いたしまして。あ、低温調理器って何ですか？いいなそれ。低温で調理する機械ですあ、割と想像はつきましたあのレバーとかね、鶏のレバーとか、まあ、鶏肉、豚肉、牛肉、ローストビーフとか作るときに、うん、あの60度で1時間とか2時間とかっていう、あのタンパク質が固まっちゃうのかな、確かお肉って、あの、うん、温度が高くなると、だから、うんうん、低温で固まらないギリギリのところで菌も、しかもあの殺菌できるギリギリのところでゆっくりあの火を通すっていう、うん、あの調理器具なんですけど、いいなぁ、めちゃめちゃいい、うん、あのスイッチ、あのお肉入れてもうスイッチポンってやったらできるもんね、あれもう放置で、うん、ね、そう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 、うん、うちも迷ったんだよね、あれ一回買おうかなと思って、今んとこ大活躍してるんですけど、うん、まあ多分外に出るようになったら使わないと思うのであげますやった、はい、やりました、ありがとうございます、使ってください、どうもありがとうございます、はい、あの電化製品関係を結構あのえなちゃんから譲り受けてるものが結構ある、あるよね、うち、なるほど、ちょっとね使わないものはね、はい、あのどうですか、あのビータ、プレステのビータをこの前あのあそうそう、あのお子様のお誕生日の時に差し上げたんですが、相当古いやつ、めっちゃ喜んでる、うん、しかももうこの3日間ぐらいずっとマイクラやってる、よかったです、ありがとうございました、どういたしましたどういたしました他になんか過ごし方とかありますか、あもうでもなんもうさ、パターンが決まってきてるというか、こう朝起きてこれやってご飯食べてゲームやって洗濯して散歩行ってとかってさ、もうお風呂入って寝るみたいな、もうやることがすごいルーティーン、うんうん、ルーティーン化されてきてそうだよね、ピラティスやってる、ピラティスは最初家であの朝必ず起きたら30分やるって決めてたんだけど、うん、4日ぐらいで終わりました、うん、やっぱあのこの前花歌タイムで春菜さんが言ってたんですけど、
うん、ほらみんなと教室に行くとみんなと一緒に知らない人だけど、うん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 、本当に頑張ろうっていう気持ちでこう励まし合ってやってるんだっていうのがすごいよく分かって、教室に友達とかはいなかったしけれども、うん、そこにいる人が頑張ってるか私も頑張らなきゃってやっぱそういう気持ちになるわけですよ、うんうん、1時間うん家にいるとね5分ぐらいで今日もいっかっつってあなるなるなるよ、ね、すぐピーって消しちゃって、うん、あまた夕方やろうって言うともう絶対にやらないわけですよ、うん、わかる。もう教室が再開してくれないことにはちょっとピラティスできないですそうだね困っています、非常に困っていますそれは。でもさ、なんか普通に社会が動いてるときはいともたやすく外に飲みに行けちゃうじゃないですか、うん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 、だからなんかこう暴飲暴食の機会を作ろうと思えば自分で勝手に作れちゃうから、うん、すごい食べちゃうけど、やっぱ家にいるとそんなに動かないか、あでも逆に太ったりするかな。いやでもね、食べなくなった、ほとんど食べなくなるよね、うん、うん、そういう気がする。お仕事してるとやっぱり必然的にその移動時間があるからね、うん、歩いてる時間も普通にあるじゃん。でも、うん、家にいるとさ、本当に家にいるとさ、このお家の中で歩いてるぐらいか、またはその、うん、犬のワンコの散歩行くぐらいだから、うん、全然やっぱ運動量は減ってると思うんだけど、まあ確かにね、ねえ、でも食べなくなってるなとは思った。うん、うん、なんか太ったらどうしようってちょっと思ってたけど、うん、うん、思ったねえ、なんか、うん、でもなんかご飯がさ、自分で作ったりするご飯ってすぐお腹いっぱいになんない？飽きる味にあ、飽きる？なるほど、うん、あだたま結構3日に1回ぐらいは外の味が食べたくなってなんかテイクアウトするっていう、うん、やっぱ家でずっと調味料も同じだから、うん、で自分の味付けも大体同じだから、うん、人に食べさせるもんじゃないからいいんですけど、でもやっぱ途中で飽きたっつってなって、やっぱ飽きっぽいんですね、うん、何作るんですか？チャーハン。ええチャーハン、いつもだいたいチャーハンです。うん、チャーハンの方がちょっと面倒じゃない？逆に野菜炒めとご飯とかだともう混ぜちゃえっつってこう、ああ、うん、それを一食にするの？チャーハン混ぜ混ぜ系、チャーハン、はい、チャーハンが非常に多いです。そうなんだ。あとサラダ、サラダね、切って、はい、うん、かけて。他なんか久しぶりに作ったなっていうのある？先ほどうどんを、おあ、そかそかそか、肉なしうどんを茹でました。うん、麺のみですか？野菜いっぱい入れました。うんうん、きのこ、ほうれん草、ネギ、美味しそう。まあ、もうなんかそれもちょっとやっぱ外で食べた方が美味しいなって思いながら食べました。そうだよね。ハナウタイム、いやー、よかった。でもちょっと最近ね、カバー曲やりだしたんだよね。そうです、聞いてますよ。あ、ありがとうございます。毎回聞いてますありがとう食い気味に来られた。毎回聞いてます、はい、ありがとうございますありがとうございます。それでそうしたらね、なんかじわじわと、まあえなちゃんもそうだけど、いろんな方がちょっと反応くださったりとかして、それで少しにわかに賑やかになってきて、周りがね、ざわついてますか？ざわついてます。ざわ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 ついて、ざわついてきた。それで一緒にやりたいって言ってくださる方も少なくからずいらっしゃって、少なからずいらっしゃいまして少なからずいらっしゃいまして、そんなこんなで少しずつちょっと福鉢と私の作業から、うん、少しちょっと枝葉が分かれてきているよね。そうですね。えなちゃんと一緒にやるのは別の曲で一緒に考えようかなとか思ってたんだけど、うん、これまあでも原曲もユニゾンしてるし、あ、ちょっとえなちゃんって聞いてみようかなと思って、一緒にやったらどんな感じかなと思って、うんうん、それでお伺いしてみたらば、うんうん、快諾、ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しかったです。
あ、よかった。よかった。ごめん、なんか勝手に曲決めちゃったから申し訳ないなと思ったんですけど。うん、もうあの、ずっとまた出たいってずっとずっと言ってたから。ずっと言ってずっとずっとずっとまた出させてくださいって言ってて。一回あの出させていただいた時に、あの、すごかったんですよ。身内の反響が。本当に身内の。親戚とか。お母ちゃま？うんうんうん。うん、まあ、お友達とか。聞いたよって言ってくれて結構、あら、まあ、で定期的に出てくださいみたいに言ってくださる方もいらっしゃって、うんうん、いや、まあ、こちらとしては出たいんですけど、あちらが呼んでくださらない限りはって、いやいや、なんかめっちゃ嬉しいね、準レギュラーお願いしますって言ってくれたからね、あの後いいんですか、あ、もうぜひぜひ、もちろん、じゃあ、あのプロフィールに追加させていただきますね、どうぞ、ナウタイム準レギュラーっつっていいんですか、逆にいいんですか、そんないいんですか、本当にありがとうございます、いいよね、福場地、こちらこそ静かにやってる我々ですが、そうなのよ、静かにやっているのよ、本当宣伝させていただきます、 ありがとうございます、親族に、あ、お願いします、準レギュラーになりましたっつって、うん、ぜひぜひなんかあの良かったよ、だから自粛生活が続いてて花うタイムがなかったら私今頃何してるかなと思うとね、こうメリハリっていうか、まあ曲書いたりしてるかもしれないけど、なんかやっぱり誰かと何かを一緒に共にするっていうことが大事でさ、なんかね、あの楽しいから良かったな、モチベーションが全然変わりますよね、あの普通の練習よりも全然、そうそうそう、本当に、歌う機会もすごい減ったわけですよ、スタジオでね、歌取るのももちろん全くないし、で宅録の仕事も結構前まであったけど、やっぱり大元がね、ストップしてるみたいだから、もう発注がないみたいで、だからもう歌う、全然歌ってなくて、気づけば1週間とか、で、あれ声大丈夫かなとか思って、たまにこう掃除機かけながら、ねーっつってこう大丈夫かなっつって、こう衰えてないかなって、でも久しぶりになんか今回お声掛けいただいて、真剣に歌いました、久しぶりにありがとう、機会を与えてくれてありがとう、こちらこそありがとう、はい、あのエナさんの、ごめん犬がうるさくてごめんごめんね、うちの家聞こえてるよ、大丈夫、あの歌の編集作業をさせていただいたんですけど、はい、波形が非常に綺麗っていうの、波形を褒めさせていただきます、波形褒められるのめちゃくちゃ嬉しいですね、各音程に意思があるんですよ、ここでちょっと低いかなって修正例えばしようと思うんだけど、例えばあの要はメーター的にはでもその波形に意思があるから、あ、これこのまんまって思って、ほとんどあのいじってないです、素晴らしい、タイミング揃えるぐらいにさせてもらったんだけど、逆に春菜さん側を少しエナさんに寄せたりとか、ちょっとなんかそういう感じの主導権が今回はエナさんだから、楽しみです、はい、いやなんか難しいよね、難しかったでしょ、いや難しかったで、あの先に春菜さんの声いただいたじゃないですか、で、まあ、聞きながらこうやってて、もうちょっと高いところに行くと、めちゃめちゃ似てるなって思いながら自分で歌ってても、そう、声がでしょ、そう、低いとこはまあまあ違うけど、上に行くとワオってなった、あ、歌ってて、ね、まあ、めっちゃ似てると思って、あ、やっぱこう自宅で作業するから余計にね、すごかった、初めて今回こういう体験初めてして、ね、だっていつもほらライブとかで歌ったりとか、この前は花うタイムの収録の時一緒に撮ったから、こうやってこう声のデータのデータパス初めてやって、こう改めて、わあ、こういうとこが似てるんだとかっていうのが細かく分かりました、で、あとは今2人のやつ編集したらもう少し自分のパートいろいろ入れたいなと思い始めてるので、またもうちょっとやります、あ、フックバッチがですか、はい、ギターとかいろいろどうしようかなとか今考え中でして、あ、はい、楽しみ女子高生っぽい喋り方がやっぱちょっとオンラインゲーム寄りになっちゃってて今、あ、いいですね、そういう感じなの、いい、そうなの、そうやってやんなきゃいけないの、楽しく、こう、いや、一緒に話してる人がこういう感じだからこう、あーなーなーつってもう、あ、へー、え、女子高生ってやってんの、2つぐらいしか年変わりませんけどそうなんだ、楽しそうだな、はい、いいな、
あ、なんかね、またそう話ちょっと戻っちゃうけど、あの沖縄のさ共通の友人がいてね、福場ちゃん、うんうん、私とえなちゃんの、うんうん、あ、うんうん、共通の友人が、あのこの間あのカーカとえなちゃんの、うん、あの花のタイム聞いたよっつって、もう爆笑しすぎてあの喉が枯れたっつってわざわざ電話かかってきましたよ私あ本当に彼から超ね楽しんでくれてたみたいで、めちゃめちゃ面白かったから、かた、ね、いろんな人に転送したさーって言ってた、ほんとさーってしたさーっつって嬉しいね、なんか嬉しい、そう、そういうの嬉しか、嬉しいですよね、うん、ねえ、なんかだって沖縄の人も聞いてもらえるわけだからね、ほんと、うん、みんな聞けるんだもんね、聞こうと思えば、うん、だから、うん、嬉しいなと思って、うん、そういうなんかあのたまにちらほらそういう遠いとこからも頼りが来たりさ、花のタイムやってると、うん、だから嬉しいですよね、うん、うん、嬉しいし楽しいです、うん、やっててよかったですね、ぜひ本当ね、うん、やっててよかったね、うん、あのだからぜひ準レギュラーで、あの昇格ね、ええ、良きところで昇格昇格昇格なのだろうか、逆にありがとうございます、ありがたき幸せ、こんなこちらこそ、花のタイム、一応右と左のパンを振ろうと思うのですが、あー、いつも どっちの感じ、ね、どっちの方が落ちてるんですか、いつも春菜さんここにいます、私の右側にいることが多いよね、そうね、あ違うわ、左だ左だあ左、いつもの立ち位置は左だそう、ここにいるわ、そうね、春菜さんが、うん、うん、どっちでもいいよ、うん、じゃあえなさんは右にいて、はい、春菜さんは左にいる感じに、はいはい、行かせていただきます、うん、曲紹介しましょうか、はい、そろそろ、はい、ですね、1968年にリリースされている、ロジャー・ニコルズさんの曲なんだけれども、うん、ザ・ドリフターという曲がありまして、うん、でその、曲がね、原曲はあのとても低いキーだったんですけど、うん、ちょっとね、あの2人に合わせて上げてみたりとかしてますが、はい、シャスシャスということで、シャスはい、シャスということで、じゃあザ・ドリフターを聴いてください。Once again there's a feeling inside of me, nothing new I felt it before, like the voice of a hunger inside of me crying out, there's got to be moreI put my faith in the arms of an open road, and you can come along if you choose, 'cause there's places that I've never been to, sunsets to be written into, not a lot I can do beginThat I'm free. I wear no chains and I carry no heavy load. Heavy load. So much to gain and nothing to lose. 'Cause there's places that I've never been to. Sunsets to be written into.Drifter, drifter.
それではこの辺で本日はお別れの時間となってしまいました。番組に関するご感想、楽曲リクエストなども大歓迎です。本日のパーソナリティは春菜、えな、福バッチでお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。花歌タイム。